の子やから。入れたい、入れてもらえた。仲間外れ。ご飯食べてない。食べてる、食べてる。ネギ食べネギだけ寂しいわ。七味かけてます。ネギと七味、お前七味みたいな、東京人みたいな言い方せんといて。ややこしくない。関西人なら大丈夫。あれ何が違うのか分かってない。普通は唐辛子だけ。七味は他に薬味が入ってる。一個かな、スパイス。それだけ。あるよね、まあまあ、京都に自分でブレンドして作れるところあるよね、七味。知らない。え？知らへんか。私は、清水さんと七味屋さんだった。社長さんの卵でーす。社長さんの卵でーす。ノリって後から先。あとは煮詰まったら出来上がり、蒸らして出来上がり、蒸れたことしたらええな。こっちに移動しよう。何でもぶら下がってる。お前携帯だったの。あ、もうかけよ。
何じゃ充電時間だって言ったって、もう状況わかんないでしょって怒られるんだから。それを考えたら、なんかもうあの違うのやつ。そうね、最高でバカだからね、あのねバイクで走ってて落とすと。で、首からぶら下げるけど、なんでぶら下げだって。携帯をね、お前モニターのと携帯じゃねえって言われた。今ほら、なんで安定なの。ぶら下げるかな。もう、これやるだけの資金力だよ。なんだろう。だってね、もう9時前やもんな。
だからもう生で行くしかないね。やっぱしね、もう時間的にね、もうね、このまま食べちゃう。僕だからね、ギリギリで待ってよ。そう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 。これをちょっとお椀に入れて、これを飲みながら。もう出汁だけにしといて蓋を閉めてもう終了してますみたいな。ちょっとこれこれで入ってやださない。おお、じゃあ瞬間もうちょっと上げさせようかね。ぶっちゃぶっちゃぶっちゃぶ。ロシアとそんな200万もお前なぐらい。なんかそこにペット引っかかってるの、うん、それはね、ジュニアのトリプルアクセルどう見たの。それが普通だね。Yeah.
Gracias.